シドの隠れ家、とりあえず帰ろう。そしたらあいつ巨大な火の竜巻を出したんだ。ていうかもっと悲しいことになるじゃん。復讐相手がクライブ自身じゃなくて、ジョシュア。彼女目が覚めたわ。ジルが。そうか、ありがとう。うん、見に行くよ俺。行ってやれよ。うん、分かってる。行きたい、行きたい気持ちが溢れそう。さて俺には野暮用がある。グッズ出かけるぞ。ガブ、お前もちゃんと見てもらえよ。肩の傷が痛む、死んじまいそうだ。先生に見てもらえ。ちょっとな、ほら早く行こうぜ。邪魔者が退散しようぜ。ジル、唯一の救い。ジル、こんな気持ちで会っていいのか。モーグリさん可愛いね。モーグリさん可愛い。あ、モーグリと喋れる。まさかモーグリ族なのか。実物を見たのは初めてだ。珍しいクパどんな声してる。隠れ住んでいて、人前には姿を見せない幻の蛮族。笑ってるクライブ。子供の頃に読んだ本に確かそう書いてあった。蛮族か、モーグリも。ネクタール様。ネクタールというのか。俺はクライブだ。なんだクポー、モグの言葉がわかるクポー。あ、なんとなくだ。なんとなくでわかるんだ。感動クポー、かわいい。この隠れ家に迷い込んでからというもの、誰とも話が通じなくて退屈してたクポー。それは大変だったな。クライブ、これも何かの縁クポー。言葉が通じる者同士仲良くするクポー。やった、仲良くしよう。ネクタール、かわいい、かわいいな。思わずクライブもにやけちゃうね、この可愛さに。シードのやつきつく。ジル、起きてる。ジル、びっくりした。なんか剣抜くから。本当に戦うのかと思っちゃった、ね、俺だよジル。ジル、クライブ、生きてたのね。君もよかった、無事で。二度と会えないかと。ごめんな、足で蹴っちゃって。体は大丈夫か。クライブが助けてくれたってタルヤさんから聞いた。まさか君だとは、驚いたよ。本当だよ。なあジル、よければ話してくれないか。なぜ鉄王国に。うん、あの日確かフェニックスゲートが襲われたと聞いて。鉄王国と争ってたもんね、もともと。鉄王国が攻めてきた。あ、そうなんだ。エルウィン様を失って混乱していた時よ。ロザリア軍は一方的に敗れたわ。そればかりか、奴らは女子供を連れ去って。どんなひどいことしたんだ。それじゃあ君もその時に。このままおもちゃにされて死ぬんだと思った。でも鉄王国についていくらもしないうちに、私は芝の力に目覚めた。そうなのか。何もかもが突然で。鉄王国における召喚獣の扱いは戦の道具だと聞いたことがある。だからあんなひどい扱いされてたんだ。ええ、
仲間だって思わなかったもん、最初捕まってんのかと思った。さらわれた人たちを盾に取られ、兵器として生きることを強いられた。子供に君までドミラントに刃当てられてたもんね、首に。クライブ、聞かせて。一体何があったの？実は。すべて俺がやったことだ。13年ぐらいも。あなたが召喚獣になってジョシュアを。火のドミナント殺してやるって恨んでた相手が自分だったってね。火の召喚獣に権限したんだ。そしてこの手で。でもまだわかんないよ、クライブ。クライブ。俺はあの日の夜。そう。この時のジョシュアは。そうだ、あの男。俺に何か。タイムスリップしてきたの？僕を止めてって。何と言ってた？思い出して。見つけたぞ。見つけたぞ。あれはイフリートの。何をだ？クライブ、行きましょう。フェニックスゲートへ。あの日から全てが変わった。だからちゃんと知りたい。もしもあなたの言ってたことが本当だったのなら。調べるには現場に戻るってことか。私が一緒に受け止めるから。ジル。ジル、俺は。優しい。わかった。なら、その服を着替えないとね。お、ここ私の部屋なの。盛り上がるならよそでやって。ごめん。ああ、すまない。あとでね、クライブ。わかった。服を着替えないと。出発する前に支度を済ませて。そうだね、ちょっと支度を整えるわ、クライブ。またあとで。あとで、ちょっとデート服で来るわ。ちょっとおしゃれしてくる俺。あんたがいつまでもここにいると彼女着替えもできない。あ、彼女がね、彼女が着替えないとね。なんかいろいろ増えたね。あ、こうおばあちゃんのとこ行くと進むから、じゃあ進めるか。カロン、また何か入りようかい。いや、ここを出る。世話になった。あ、そうか、ジルが起きたから。死人よりはマシな面になったじゃないか。あのお嬢さんに感謝しとくんだね。あ、そうだな。旅支度なんだろ。新しく仕入れた品でも見ておいき。いや、ありがとう。なんとか大丈夫かな。いいかい、のたれ死ぬんじゃないよ。わかったよ。ガブに挨拶しておこう。ガブに挨拶。あ、そうか、ガブと話す。ガブ、いろいろありがとな。なんだ、出ていくのか。そうだ。ああ、ロザリアへ行くつもりだ。やることが見つかったんだな。あれ、ガブ意外と髪の毛長かった。クライブ、今のロザリアはお前がいた頃と違って随分荒れてる。そうみたいだな。困ったことがあったらマーサの宿って宿場の主人を訪ねてくれ。マーサの宿。あの人は仲間だ。シドの名前を出せば力になってくれる。そうなのか、ありがとう。そうしよう。世話になった。 ありがとう、ガブ。距離が近いよ。よせよ、俺は仕事をしただけさ。そんな大層な礼なんて。やめろ、男にそんな近づかれてもな。じゃあ元気でな、クライブ。
シドのやつはこんな時に限って出かけてやがる。あれ、いないの？シド戻ったらよろしく伝えてくれ。わかってるさ。あ、俺の彼女来たかも。ごめんなさい、待たせて。似合ってる。行こうか。ええ、あれ、目そらしちゃった。目そらしてはないか。ジルが可愛すぎて目そらしたんだな。おう、スリーリーズシッチ。実家に帰る時が来たか。懐かしいな。ロザリア、13年も経つのね。13年ぶりの青草の匂い。実家、本当に久しぶりだ。一度も戻ってないの？捕まってたからな。ああ、ザンブレクのベアラー部隊では互いを監視し合う。裏切りや脱走があれば殺せるように。とても抜け出せなかった。そう、それだけじゃない。戻るのが怖かったんだ。ああ、もうダディもジョシュアもいないもんね。でも戻った。君と一緒に。ロザリアだ。行こうか。なんかクライブってヒゲ剃らない今思ったけど。マーサの宿はこの先の高台にある。マーサの宿、まずはそこを目指そう。え、確か。そろそろ人も増えてくるわね。俺のベアラーの刻印が目立つかもしれない。しばらくの間、俺はベア。あ、いいえいいえ。ジルはその主ということにしよう。あ、主になったジルが。確かさ、少年時代のクライブが15歳で、それから13年後だから28でしょ。そんな老けてないよねそんな武将髭生やさなくても。ザンブレクのベアラー兵がこんなところで何してんだ。え、しかしマーサの宿の飯はうまかったな。マーサの宿、また行きたい。あ、トルガル、ダメだよ、そんな邪魔しちゃ。通行人のちょっと距離開いちゃってるから、その二人トルガルトルガルめちゃくちゃ邪魔してる。え、トルガル、あ、よかったよかった。他の人に、知らない人に懐いちゃダメだぞ、トルガル。建設途中の水道橋か。建設途中の水道橋、完成していたのかしら。あんなとこにアイテムがある。ついついアイテムに目がいってしまう。敵出るかな。丈夫な川、あ、いるね、敵が。ゴブリン族。あ、やぶねー。よし、パリ。
ここに入れる。見えたぞ。あともうちょい。おい。なんか後ろから飛んでくるのがね、いつも見えないから、オートスローは助かるね。もうちょっとでテイクダウン取れたと。ナイス。いるぞ。あ、やっべ、危ね。で、フェニックス入れて、すごい飛ばしてくるじゃん。ちょっと待って、こいつさっきから邪魔しやがって。黙れ。おい、逃げとるガル。2、3、4。おい、よし、テイクダウン取った。これでもう終わるっしょ。よっしゃー。だんだんだ、あ、宝箱だ。ピッ。やっぱ敵が硬くなってるな、だいぶ。とりあえずここのイベントやるか。そこの人、はい、ちょっと手を貸してくれ。どうした？そこの人、ちょっと手を貸して。あ、さっきも聞いたよ。と、ようやく頼れそうな人が来たかと思えば、よりによってベアラーとは。そこら辺のベアラーとはちょっと違うぞ。俺、頼める相手がいるだけいいか。人様のベアラーを使うのは気が引けるが仕方ねえ。仕方ねえ、ごめんな俺で。一つ頼まれてね、うん、どうした？見ての通り、俺の馬車はあの有様でな、チョコボたちが大事な積み荷を狙って群れてきやがった。あ、群れ、これ君の荷物だけでも先に届けたんだな。チョコボじゃないのか。ここを離れるわけにもいかなくてよ。そこでだ、この先のマーサの宿まで一っ走り荷物を届けてもらえないか。ちょうど行こうと思ってたからちょうどよかった。手伝うよ。わかった、荷を預かろう。ありがてえ。こいつがその荷物だ。マーサの宿の馬屋番に渡してほしい。馬屋番？馬屋番からの報酬はそのまま受け取って構わんからな。あんたの主人に礼だと言っておいてくれ。わかった。それじゃあよろしく頼むよ。おー、クエスト。腹ペコチョコボにご用心。預けた荷物をマーサの宿の馬屋番に渡してくれ。これはこのままでいいの？チョコボ欲しいんだけど。チョコボ乗れないのかこれ。まあいいや。お、誰かいる。チョコボ？あー、まっすぐ行くと目的地で、ちょっと先にこっち行こうかな。お、戻ってきた。先進むか。おい、ベアラー兵だ。上に知らせておく。めちゃめちゃ間に入っちゃった。主人がついてる。
今はほっとけ。主人ついてればちょっとあれなのかな、単独で行動してると変に思われるのか。あんたが馬屋番か。行商に頼まれて荷物を届けに来た。預かった荷物を渡します。どうぞ。確かに俺宛のようだが、ベアラーに荷物を預けるなんて、まさかあの行商に何かあったのか。あ、ちょっとそこで馬車がね、馬車がチョコボに囲まれていた。しばらく動けないだろう。すぐ目と鼻の先なんだけ ど、 そういうことか。きっといつものように大量のギサールの野菜を積んでたに違いない。だからあんなにチョコボが寄ってきてたのか。ギサールの野菜を。あれはチョコボの大好物だ。風が甘くて漏れた匂いに集まってきたんだろう。ここらの街道じゃチョコボを使って荷を運ぶ。だから餌になるギサールの野菜もよく売れるのさ。あ、確かに結構チョコボを使ってたもんね。設定を守ってればあの行商も少しばかり欲をかいたようだな。何にせよこいつは急ぎの荷物だったから助かった。あんたの主人にも礼を言っておいてくれ。うん、わかりました。クエストコンプリート。あ、だから腹ペコチョコボにご用心。いや、小遣い稼ぎができたな。マーサの宿には旅人も行商も訪れる。チョコボもそれだけたくさんいるってわけだ。とりあえずここまっすぐ行くと目的地だね。街道を外れようもんなら魔物や野盗が出てきやがって。ザンブレクが統治してからはこの辺りも本当に物騒になっちまったよ。ああ、そうか。俺が留守の間に物騒になっちゃったんだな、ここら辺が。ガブ、この宿の主人は仲間だと。話を聞いてみましょう。この人は何もないか。あ、話しかけられる。修道院の人、近頃よく買い出しに来るね。へえ。人でも増やすよ。ここだけ見るとなんか平和そうに見えるけどな。こっちは行けないのかな。足は修理中だ。足が壊れてるんだ。待っててくれ。イーストプールに来た。あっちがイーストプールか。修理を待ちな。ここだけ見ると本当になんか平和そうだよね。まあいいか。頼もう。水道橋を建ててた頃が恋しいよ。水道橋。エウィン様は俺たち難民まで雇ってくださったからな。ダディの話してる。見る。掛け事禁止五箇条。すり替え積み込み。札への印付け、覗き見、宿の給仕を買収すること、やらかしたやつは追い出すよ。ん？見る。ギサールの野菜の調理方法？でもギサールの野菜を使うとチョコボが集まってきちゃうんだね、匂いで。結構匂いが強いのかな。そろそろ行こうか。うん、わかったわかった。わかったわかった。あ、クリスタルで給仕してる。マーサ。あ、そうか、主人だもんね、ジルが。この宿のご主人ですか。かわいいお嬢さんがベアラー兵なんて連れて私に何の用だい。できればロザリアで旅をするのに安全な道を教えていただければと。その前に気をつけるんだね、お嬢さん。え？今のロザリアで目立つことをすれば、たとえ誰のベアラーだろうとしょっぴかれちまう。そうなのか。そうなりゃあんたもただじゃ済まないよ。ならなおのこと教えてくれないか。ガブからあんたを頼れと言われた。
こっち。あ、通じた。すまなかったね。私はこの宿のおかみをやってるマーサだ。シドたちの協力者ってところさ。お、打ち解けられたか。隠れ家にベアラー兵の新入りがいると聞いてたけど、あんたのことだね。多分。それでどこへ行きたいって？フェニックスゲートだ。どうしても確かめたいことがある。そうだね、ジョシアが生きてるかもしれない。なら駐屯兵が少ないイーストプール方面がいいけど、そちらへ向かう橋が壊れちまってね、うん、壊れてたね。私らも行き来ができなくて困ってるんだ。あの橋を直さなきゃいけない。修理しようにもうちの大工が戻ってこない。全く困ったもんだよ。じゃあその大工を探してくればいいんだな。戻ってこないってなぜです？さあ、仕事に出て行ったきりさ。もしや途中で魔物に。シドの隠れ家にも大工いたよね。俺たちが迎えに行く。連れて戻り次第急ぎ橋を修理してほしい。いいとも。こっちにとってもありがたい。悪いけど頼めるかい？いや、任せてくれ。そういうことなら、そういうの得意。マーサさん、その方はどこへ？堕落の門に続く橋の点検に。堕落の門、下の湿地へ向かったきりさ。ああ、さっきのエレベーターか。湿地には魔物も多い。急いだ方が良さそうだ。そうしてくれると助かるよ。湿地に降りるなら門の脇にある梯子を使うといい。あったね、エレベーター。うちの大工はバーナードってやつだ。バーナード、無事なようならそのまま橋の修理に向かうよう伝えておくれ。わかった。新しいクエスト、バーナードを探しに行こう。橋が壊れちまってんじゃん。門の脇にはしごがあると言っていたな。この辺りか。あ、これか。こっちだった。こんなところにはしごあったんだ。全然私違う方。ベアラー兵か。あんまり変なことすんなよ。違う方かと思って。うわー、助けてくれって言ってる。今のは。うわー、この先だ。行くぞジル。襲われてるぞ。あ、いたいた。あんな崖の、あんな崖の上で。引き寄せて、ここでとどめ。ダーン。ちょっと足りない。引き寄せて、引き寄せて、でとどめ。ドーン。よし、よくあるよね、ああいう崖の上に逃げるのね。あんな低い崖でもないよりはある方がいいのか。バレーネアかでね。ありがとうよ、おかげで助かったぜ。いいえ。もしや大工のバーナードさんでは？ああ、そうだが、お嬢さんたちは何者だい？名乗るほどのものでもない。あなたを迎えに来ました。そいつは面倒をかけたな。橋脚の点検を終えて一息ついてたところを魔物に絡まれたんだ。ああ、そうなんだ。あんた方が来てくれなかったら俺は今頃おっちんでたよ。いや、よかったよ、おっちんでなくて。ご無事でよかった。イーストプール行けないとこだった。マーサにも心配させちまったな。イーストプールへと抜ける橋を修理するようマーサさんから伝言を預かっています。お願いできますか？さっさと直せって言われてたんだ。急いで向かうとしよう。助かります、お願いします。お、早速やってくれる。よし、ちゃちゃっと修理するから少しだけ待っててくれよ。うん、わかりました。私たちもイーストプールへ急いでいたものですから、帰ったばかりなのに
ありがとうございます。礼儀正しいなジル。なんのなんの、助けてもらった礼だ。ありがとな、お嬢さん。あとベアラーの兄ちゃんも。俺もシドやマーサと付き合いが長い。あいつらの活動のこと少しは分かってるつもりさ。だから話してくれるのか。そうだったのか。俺はこのまま作業を始めるから、マーサに報告だけしておいてもらえるかい、うん、任せて。あ、分かった。そんなことならいつでもやります。お、直してくれている。橋の修理にはしばらくかかる。少しだけ待っててくれよ。分かった。バーナード助けてきました。二人とも戻ったんだね。バーナードは無事だったのかい？いや、崖の上のバーナードだったよ、今はもうイーストプールへの橋の修理を。やれやれ、よかったよ。いや、よかったよかった。魔物に襲われていたが、幸い怪我はなかったようだ。北の黒の一帯が広がってるのか、ここらも最近は魔物が増えてきてね。そうなのか。今度からは傭兵に同行させるようにするよ。ありがとう、あんたたち。大したことはできないけど、橋の修理が終わるまでうちで少し休んでって。ありがたい。それじゃお言葉に甘えて。おお、クエストコンプリート。ちょうど宿探してたからね。待つだけじゃ手持ち無沙汰だろ。うん。エールでも一杯どうだい？うまくもまずくもないザンブレクさんだけど。エール。いや、結構。この宿場はベアラの数が少ないようだ。居心地悪いのか。確かに。クライブ、あまり見かけないわ、この辺りで。広告の測量になって何かあったのか。ベアラーの値段も上がったって言ってたもんね。オリフレムのクリスタル不足を補うためだ。オリフレム。何でもコートじゃドレイクヘッドからのクリスタル採掘量を削減してるって話でね。その影響で私ら民草へ配給も少なくなってたんだが、今度はクリスタルなしで労働できるベアラーまで取り上げられるようになっちまった。それじゃ生活が困っちゃうじゃない。ザンブレク公国はベアラをひどく扱ってきたけど、ここも属領になってからは同じさ。あ、誰だ、お客さんか。いや、シーア、男の子を産んだそうじゃないか。赤ん坊はどうしたんだい？聞いてちょうだい。恐ろしいことにベアラーだったの。え、おぞましいったら。まあ、なんてこと。お役人には届けたの。おぞましいなんてひどい。すぐに組んで処理してもらったわ。処理。今日はその帰り。処理って何よ。気が気じゃなかったんだから、何か悪いことが起こるんじゃないかって。どうしてそんな平気なの。処理が済んだのなら一安心ね。ママ、ちゃんとした弟が欲しい。いや、子供の無邪気な一言が。きっとそのうちにね。それまでいい子にできる？どう？分かった。処理って信じられないかい。殺されたの？エルウィン様が治めていた頃のロザリアではベアラーはここまでの扱いを受けなかったものね。でもこれが私たちの当たり前なんだよ。そんなの当たり前にしちゃダメだ。なんだ？これを近くの修道院に届けてもらえないかい？あんたたちはあそこでしっかりと現実を見た方が良さそうだ。現実？怖いな。一体どんな現実が待ってる？修道院というのは悲しみの入り江にあるグレードモン修道院だ。あそこの院長とはちょっとした知り合いでね。マーサからの届け物だといえば通じるよ。わかったわかった。あ、同じこと言ってる。水道橋を建ててた頃が恋しいよ。エルウィン様は
これであれか、あそこのエレベーター掴んだね。よし、じゃあ行くか。これだな。子供の選別のことは知っていたつもりだったけど。選別って一体何をしてるの？処理してもらってよかった。処理してもらってよかったって言い方が高すぎる。簡単に我がこと思わなくなるなんて。私たちベアラーのこと何も分かってなかったのね。そうだな。クライブは余計にしみるよね。自分もマミーによく思われてなかったもんね。ドミナントじゃないってだけで。あそこにアイテムがあるな。気をつけます。ふっ。あ、これこっちになったか。見えたぞ。あ、これはよっしゃ。右いい。もうちょっとでテイクダウン取れそう。よし、とかこれで稼ぐー。1.3 倍まで来た。よし、これ入れて再生の炎。なんとここれが最高だね。アイテム、アイテム、あ、目的地着いたってなった。もうアイテムないか。行くか、目的地。ぴょん。ちょ、回復しといた方がいいかな、ポーション。よし、行こう。修道所だ。ベアラーの真実を見た方がいいみたいなことを言われたよね。あの、処理についてか。何かご用で。お？あいにくここでの祈りは受け付けていないのです。すみませんね。神父様かな。マーサさんの依頼でお届け物が。これです。なるほど。なんだろうね、あれ。なるほど。お二人ともこちらへ。ん？とりあえず行ってみよう。いやだ、死にたくない。痛い。これはどうか痛み止めを。なんか苦しんでるよ。怖い。ベアラーだ。一人にしないで。ここにいますよ。大丈夫。この人たちはどういうことだ。マーサがこれまで買い取ってきた捨てられようとしたベアラーたちをここにかくまっているのです。なんだって。捨てられようとした。彼らはもう長くはない。ここで石になって死んでいく。え、そういうこと。なんか今いろいろつながった。ベアラーって石化してる。力を使いすぎると石化しちゃうのかな。全身に石化が。これはベアラーが必ずたどる末路。全身が石化するまで生身のまま魔法を使うことを強いられ、動けなくなれば捨てられてしまう。そういうことか。だからシドは普通の死をって言ってたんだね。この現実を変えることは。人としての死を迎えさせてあげたいって。だからせめて最後くらいは人らしく見取ってやりたいと。あなたの魂が幸多きものであれと
心より祈っていますよ。安心を。なんだ。ありがとう。言ったの？お薬を届けてくださって本当にありがとうございました。あ、薬だったのか。さっきの小袋。少しは楽に行けるでしょう。全然知らなかった、そんなこと。え、ドミナントはベアラーが石化する。宿場へ戻ったらまさにまた二人亡くなったと伝えてください。その奥の人もか。わかった。これが真実？マーサのところに戻るか。ええ、そうね。そういうことなの？だから。シドはずっと普通の人としての死を迎えさせてあげたいって言ってたし、だからあそこにベアラーたちを集めてかくまってるんだね。よしよし。だって石化するのってつまりは古希使われてしまったから力を使わされて石化してしまってるってことだよね。っていうことは普通に生活してる分にはあんなに早く石化しないのかもしれない。マーサさんの使いの方ですね。ここではベアラーの最後を見とっているのです。薬で痛みを和らげ、痛いのか。そして安らかに行けるようにと。石化して痛いのはちょっときついな。シドの目的がここに来てようやく分かったような気がする。でもそれで言うとドミナントはどうなるの？だってベアラーって普通の魔法でを使いすぎて石化しちゃうんでしょ。あ、宝箱。ドミナントなんてもっと体に負荷かけてるじゃん。だからもっと死期が早くなるか、石化どころじゃないもっと悲惨な死に方になってしまうか。あのベネディクタの最後を見た時、私ドミナントはああやって戦いの中で死んでいくから普通の人としては死ねないっていう、そういう意味かと思ってたんだけど、もしかしたら普通に暮らしててもこうやって石化したりとか、なんか普通にはこう薬が効くまでの辛抱ですからね、死ねない何かあるのかな。ドミナントも、もっと苦しいのかもしれない。そうか、一旦ちょっとマーさんとこ戻ろう。